はい、皆さんこんにちは、ユンバンミーチャンネルです。今日はですね、この安丸だしの浅草だしを使いまして鶏キムチラーメン作ってみたいと思います。ラーメンはですね、このスープのついていないサリ麺を使います。よく鍋とかにこれ使うんですけども、このサリ麺を使って鶏キムチラーメン作ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず鶏肉、もも肉ですね。鶏のもも肉を炒めたいと思います。油引くの忘れた。油引くの忘れました。米油、次はですね、キムチ一緒に炒めます。キムチの量はお好みで、たくさん入れたい方はたくさん入れていいですよ。私はちょっとだけ。水を入れます。水はですね、400cc ぐらいかな。お好みでニンニク足してください。私は足します。お好みでね、好きなだけ足してください。ニンニク嫌いな方は入れなくていいですよ。はい、沸騰してきたので麺入れます。麺が入りましたら、安丸だしの浅草だし、浅草だし、これ破って半分入れます。はい、あと卵入れるだけです。出来上がりました。それでは食べたいと思います。それではいただきます。これをですね、ご飯にのせて食べると美味しいですよ。
カツオの風味がとってもいいです。休まる出汁が効いてて美味しい。今日はですね、安丸だしの浅草だしを使った鶏キムチラーメン作ってみました。麺はですね、今日は韓国の麺使いましたけど、日本の、ラーメンでもできますので、お好きなラーメン選んで作ってみてください。安丸だしはですね、概要欄の方に、お安く買えるリンクコードがありますので、そこから購入していただくと少しお安く買えます。ぜひお試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。